ケベコ、ケベコ。あ、いる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 。殺すな。殺すなよ。何？何？誰かいるのか？いるね。おい、何するんだ。おい、何が出てないの？あら、まままま、やめなよ、あんた。くっしゃー。おい、ボロボロの段ボール。あ、何もない。え、なになになに。え、中に入る気やめてよ。さっきそいつうんこしようとしてたやつだからね。ドラム缶装備すると中に隠れることができる。またフックボタンで横になり転がることもできる。ねえ、やめようよ。明らかにやばい。クサクサのクサクサのドラム缶をちょっと手に入れまして、ペコーラン、まあ、ちょっとまあやってみるか。まあもらったものは一回ちょっと、うえ、くせえ。いいね。あら、まっちゃん、え、これバレてない？これペコーラ。これバレてないペコ。これ転がってみてって。どうやって転がるペコだっけ。待て、怖い。
任せろ。あそこをボン。いきねー。オッケー。ってことは前が掃除終わったか。やべ、助かったぜ。あいつは敵と味方がよく分かってねえな。お前そっち行けね。ちょっと 一応敵か味方が分かんねえかな。よし、あやべ、あやばい。あ落ちてる。眠らせていこうみんなを。ノー！オートエイムって素晴らしいペコだな。地図を見よう。あ、もらっちゃったペコだ。ノー！あぶねえ。あ、ちょっと待って、一回怖いペコだから、たぶんボコンってやられるペコだから。オートが邪魔なパターンも出る。まあ、まあ、任せて。ペコーラはオートを。いくよ。よし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 。こういうこと。こえー。いないペコだよね、誰も。状態ペコじゃんこれ。すげえ、なになになに、これ病院じゃなくてレストランペコかな。あ、なんだ。なーん。あ、メタルギア2の戦闘曲だって。いいね。おじいちゃんごめん、痛そうな顔されてて本当ごめんペコだよ。ペコのも頑張って気をつけてるつもりだったんだけど、ついちょっと物欲しさになってしまったけど。え、ここはここで会えるんです。どなたいるね。あるね、ペコーラには見えてるよそれが。こっち側は特に何もないし。ないね。クリアリングオッケー、クリアリングオッケー。あ、待って、なんかこれ怪しくない？これ、うわ、行きたいんですけど、ここ絶対なんかある。どうしよう、気になるけど先こっち行くか。先こっち行こう。こっちは何もない。あ、行けちゃった。情報提供者出てこい。銃を捨てろ。あれ、さっきのさっきのやつ。銃を捨てろ。あ、違うか。行け。い
ど素人くせえな。動くなよ。L1 セーフティーがかかってるぞ、ルーキー。ルーキーだと？俺はこの道10年のベテランだ。やばい。はい、ど素人と。わあ。これでよく10年も生き残ってきたな。そこまでよ。ビッグボスかぶれの CQC 使い。銃口を外しなさい。さあゆっくり。変な気は起こさない方がいいわよ。フォックス。フォックスハンドって書いてある。え、もしかしてあんたスネーク。あれ、あ、え、メリル。え、あの時ダメ。メリル。スネークなのね。感動の再会ですやん。え、いつ離れたの。むしろ、え、いつ離れたとかなの。その顔一体どうしたの。急激に老化が進んでいる。原因はわからない。思った。オタコンの時とオタコンすっげーまだ若いのに、なんでこいつだけと思ったべか。君が米軍の情報提供者なのか。じゃあ、あなたが国連がよこした調査員。メリル、すげープリプリのケツあったメリルが。秋葉。秋葉。大丈夫。すみません。私たちはラットパトロールチーム01。ラットパトロール。TMC の内部監査機関の一つ。CID の所属よ。誰だよ秋葉マジで。ほら返すぞ。え、なに、こういう調整できないふりしてるだけとかじゃないよね。待って。あ、さっきのやつか、やっぱり。大丈夫か。出し切ってなかったんでしょう。腹か。え、ジョニーなの、こいつ。モザイクかかって見えないってことな。なんで女心、乙女心。あの時愛は何だとか言ってたのに。紹介するわ。無線手権スナイパーのエド。エドね。寝ているのはジョナサン。後ろを取られるのが嫌いなの。ならだってかな、あいつの背後はダメね。それから大丈夫。あれはジョニー。みんな秋葉と呼んで。ジョニー。大丈夫。センサーの取り付け終わりました。ジョニー。すげえ懐かしい。秋葉、ご苦労様。なんで秋葉ペコなの。だから武器携行使用も許可されている。現にここ数ヶ月で5つの査察部隊がやられてる。まあやべえペコじゃん。なんだ20人はいる。奴らここの PMC プレイングマンティスの兵士じゃない。え、カエルたちだ。私兵部隊に入った。やべえ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 、明らかにやばい。しっかりせえジョニー。最悪だ、マジやばい。つけられたの。いや、つけられてない。プロの仕事をしている。
牙。ああ、いやいや、スコープレンズの反射光が見つかったのかも。こいつ、お前味方か、ほんと敵じゃねえの、ジョニー、あんた。あ、ちょっと、ま、あ、僕のミス、やっちまうぜ、みんなでこいつのこと。あ、やべ、ジョニーのミスじゃない、ジョニーのミスじゃない、ジョニーのミスじゃない。かわいそうだった、この子、やっぱり。やばい、自称も始めてんだけど。しっかりせ、バカ、移動するわよ。ジョニー、ちょっとやばない、あんた。息の階段を使って1階裏口から脱出。階段使って1階裏口。ルートは状況で変更するわ。吐きそうになってる、ペクちゃん。隠れないで、いい。了解。秋葉、深呼吸しなさい。わかった。ジョニー、頑張れ、頑張れ、ペクだよ、ジョニー。伝説の英雄が一緒よ。腕前に見とれないで。惚れるなよ、ペコーラの髪エムに惚れるな。くれ。すごい、メリル、なんかさ、リーダーになったね。グレネード。ナイス、やめて、任せろ、ほら、行くよ。ペコーラについてこい、階段や。お、なんだこれ、 P90。 なるほど、
こいつ。マジで頑張れ。やばい、ジョニーが愛らしい。あ、こっちか。よし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 。やばい、ジョニーがさ可愛く見えてきた。ベコマジで愛らしい。一人の失態はチームの命取りになる。すみません、隊長。秋葉、顔見せろ。メリル優しすぎだな。オッケージョニーいいな。ジョニー好きべこだな。かわいい。ジョニー、あれはとにかくしなきゃいけない。あれ壊せる。ああいう人たちにはベコ
しよしよしよし、なかなかいいんじゃないペコか。あれは味方よ。またやっちゃったよ味方と敵が。ちょっと急ごう。よしよしよし、なんでこれカマキリの形ペコな。わー、ナイスナイスナイス、ね、それやるんだからペコーラがどうだ、こっち来る前にやってよ。まあいいか、進め。このまま一緒に行こう、このまま一緒に後ろで行こうペコ。最後あれさ、ペコーラたちにお辞儀したペコなんだろう。これはちょっとしたショーですよみたいな感じペコなのかな。よしよし、もうちょっとや、うわ、うじゃうじゃいるペコじゃん。攻撃を開始する。了解、敵を殲滅せよ。
じゃなし。無事敵地に入りた。おい、始めろ。え、何を何を何を。簡単に行くとは思っていなかったんだ。そうか、なかなか面白い結果だ。
スネークにも効いてんだ、やっぱり。ナノマシンか。こうやって一斉にさ、何かしらさせられたのさ、たまったもんじゃないペコだよね。管理はできたとしても、これ辛いペコだよな。コピーではなかった。え、コピーではなかった。運命という束縛から解放される。スネーク、なんだよ。兄弟よ、俺たちは自由だ。え、なんで。え、でもリーキッド、なんでこれ死まないべこなの。まあ、オセロットのあれが多いんだろうけど、求められてんだったらお前も苦しめよ。自らの欠点を。あ、しかもナノマシン入ってないの。スネーク、はい、運命に縛られたくなければ、はい、運命を辿ってきなさい。運命に縛られたくないのに辿らなきゃいけねえの。ナオミ、何言ったのあんた。ありがてえ。これで買える。これで買えるペコ。あの銃がナノマシンじゃなくてモンナシンみたいなやつ。下手くそって下手くそじゃないや。あ、さっきの卵1回目失敗してないのに。え、どっちも失敗させてるペコなんだけど。待って、数字覚えられません。 3.141592.67 混ざり合っちゃったね。でもすごい楽しそう、この飛行機。飛行機の中でやってるけどな。かわいい。
けて。今写真があってオルガだと思った。サニー、ありがとう。スネーク、あ、そうか、助けるって言ってたべこだもんね、ツーの終わりにね。おかしいな、太陽が潰れて見える。しげないね。ごめん、すぐ食べるから。サニー、スネークの分も焼けるかい？かわいい。サニー、俺はいらない。ひでえやつだな、スネーク。マジでお前考えろ、子供の気持ち。かわいい、サニーちゃん、かわいすぎ。どれくらい眠ってた？関節や筋肉じゃない。セレクト押してみよう、まぁ、あ、来た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 。かわいい。タバコ添えてるわ。おいしいよ。まだ食べてないね。だからしっかりしろよ、子供を悲しません。何デスクトップかわいい。食べてあげてお願い。おう、年を取るとカロリー摂取が気になってな。食べたってよ。タバコ入りか。そうだぞ。探してたところだ。タバコの摂取はやめられないのね。痛いところをつく。なあ、子供のくせに。あ、すねちゃった。かわいいんですけど。あれ、そのフォックスダイの技術がソップにも応用継承されているの。だからリキッドはフォックスダイに詳しい私にシステムの乗っ取りを指示しているの。エロ。運転ね、任せなさい、車の運転。よし、ニューセーブ OK。 楽しくなってきた。まで、ナオミでも助けていいのかな、あの女。ワンの時散々だったからな、フォックスダイ撃たれてさ。いやー、ナオミ助ける必要ある？なくね？いや、ペクオーラが助ける必要ってナオミあんのかな？なくない？なんかさ、しかも最後自分でなんか撃てたしさ、なんか残してたし、あれなんだったの？ソリッドさん、個体の太陽。支配から解放された傭兵たちのための絶え間ない戦争の普遍世界。それ嫌だ、それも嫌。ビッグボスが提供したアウターヘブンはある意味すでに実現しているとも言える。 PMC による戦争ビジネスのことだ。だが今リキッドは愛国者たちに雇われ、彼らのための代理戦争を強いられている。一刻も早くこの呪縛から解かれたいはずだ。なるほど、ね、水面下で次なる生存をかけた冷戦が愛国者たちとリキッドの間で始まっているのだ。あ、ちょっとエロくないこれ。ちょっと大丈夫ってこれ。なるほどなるほどなるほど。うわ、残しておけ。
さ、バンプもさ、なんかさ、死ななかったしさ。この顔を忘れるな。レーションも上げれるよ。え、装備なの？え、なに？電話来たペコペコ。え、誰？スネーク。あ、君に紹介したい人がいる。心理カウンセラーとして今回の計画に参加してくれるスタッフだ。誰？心理カウンセラー。戦場では過度のストレスからパニックに陥る兵士も多い。彼女は PMC や反政府軍兵士の心理状態を理解するためのアドバイザーとしても役に立ってくれるだろう。彼女？誰？おい、ローズマリー。はじめまして、かしら、スネーク。彼女はローズマリー。かつてはペンタゴンで内勤のデータアナリストとして働いていたが、ビッグシェル事件では。お前ライデンどうした？ローズ、こいつもしかして。あれ？彼女はその後心理学を専攻し、現在は戦闘ストレス状態 CSP の一員として心理カウンセラーを務めている。今や心理カウンセラーは花形職業だからな。武器を使わず戦闘効率、戦闘生産性を上げる。もしかしてさ、私はあなたの専属カウンセラーとして作戦をサポートするわ。21世紀に入ってから特に兵士のメンタルケアは軍にとって最重要課題の一つになっているの。やばい、話が入ってこない、話が入ってこないとこ。ちょっと待って、兵士の心理についてもアドバイスできると思う。え、ちょっと待って、話が、やばい、やばい、ちょっと頭がおかしくなってきた。いつでも連絡して。私はこの自宅で待機してる。自宅？ロイと一緒だけど別回線を使用するわ。無線は 147.79 よ。もしかしてさ、彼女のアドバイスは君の気力ゲージにも好影響を与えてくれるだろう。え、戦場では君自身の心理状態が生死を左右する。君のようなベテランの兵士でも冷静さを失えば思うように行動できなくなるだろう。そうだ、心技体、いつの時代もそこは変わらない。気力が低下した時は彼女に相談して常に最善のコンディションで任務に当たってくれ。わかった。赤ちゃんどうしたの？ところで大佐、そこはあんたの自宅か？まあな。まさかメリルが言っていたあんたの再婚相手っていうのは。そう、彼女、ローズマリー。お前ライデント、ローズマリー子供いただろ。ジャックは？ジャック、フォックスハウンドでライデンと呼ばれていた男だ。確かローズと婚約を。ああ、彼は消息が途絶えてしまった。お前が消したんじゃねえの？俺は一時期ジャックと行動を共にしていた。サニーを愛国者たちの監視下から救い出してくれたのもあいつだ。失踪はその後だ。それであんたはジャックが姿を消してからローズと関係を？婚約者を失った彼女の世話を焼くうちに。娘ほどの年だろう。お前考えなよ少し。それもよかった。まったく、それもよかったじゃねえペコだよ。メリルは何か言っていたか？クソ野郎つってね。女たらしを親父とは認めないだそうだ。そうか。大佐、え、子供どうした？ローズ、情報提供者がメリルだというのを知ってたんだな。あんたの差し金だったのか？うん、陸軍のコネを通じてメリルを押したのだ。あ、スネーク、モセス事件に関与した者は職や地位を失うか、メリルやメイリンのように官職に飛ばされたのだ。メリル自身が復帰を望んでいた。みな君のように強くはない。社会に阻害されては生きてはいけんのだ。俺はあれ以来世間的には犯罪者だ。確かに。これは私から血のつながった娘へのせめてもの償いだと思っている。だとしても考えるよ。ローズマリーに相談したいことがあったら彼女にコールするといい。え、待って、ライデンどうなったべこなのって。ライデンの子どうしたの？ローズマリーマジで。ちょっと待って、一回ローズマリー 147.、 あれ140、あれやばい、ちょっと待って忘れちゃった。さっきの大佐との話がひどすぎて、な、な、なに、何番ペコだっけあいつの。ローズマリーののさ番号ちょっと、な、な、何ペコだっけ。もう今もう頭パニック中でわかんねえペコなんだけど。え、ローズマリー、もう出てるでしょ。あ、あった。ハハハ。
あら、スネーク。てめえ、気力の状態に問題はなさそうね。ライデン、どうした？このままミッションを続けられるわ。おい、スネーク、ライフゲージの下にあるのはあなたの気力ゲージ。そんなことよりもライデンとの子どうしたよ。結構だわ。この気力ゲージはライフゲージの回復、つまり怪我の自然治癒スピードやあなたの行動の正確さに大きく影響する。気力が充実しているほど、しかも子供いるって言ってたね、これね。あなたのライフは早く回復するし、行動中の不自由さも感じなくなるはず。子供いるって言ってた。あなた自身を動かしているのは体だけじゃない。言ってなかったっけ。心も大きく影響しているの。悪いがローズ、自分の精神状態に行動が左右されるなんて。そう思っていてもスネーク、あなたはもう無理が効くほど若くはないの。うるさいよ。まあな。スネーク、あなたの命を芯から支えているのは気力なの。気力？だから軽く見てはダメよ。わかった。気力ゲージには十分注意して。了解。ああ、わかった。なんでロイ・キャンベルとさ、ローズマリーがさ、結婚なの？え、だからライデンどうしたの？ナオミの研究施設までまだ遠いよ。はい。レーダー上に目的地の方角がマークで表示されるから、参考にしながら前進してくれ。はい。誰だ、スネーク、お前は。その先には政府軍の PMC 兵がアンブッシュしている。どこから撃たれるかわからない。周囲に気をつけろ。お前はジャックか。おかしいんだ、スネーク。俺はお前のそばにいる。おい、俺はお前のすぐそばにいる。なんで？お前ローズマリー寝取られとるで。ローズマリーを寝取られとるで。気をつけろ。向こうだ。向こうだ。向こうだ。いや、あんたち行かない方がいい、マジで。待って、一回電話しよう、無線で。一回、オタコン。え？ナオミのいる研究施設を目指すんだ。分かってるんだけど。レーダー上のマークが示す方角へ進んでくれ、スネーク。周辺では送電施設をめぐって戦闘が始まっている。気をつけて行動してくれ。待って、ローズ、待って、ちょ、ペコーラマジ今怖いこと考えちゃったんだけど。すごい怖いこと言っちゃっていい？ PMC の狙撃だ。気をつけて、遮蔽物に身を隠しながら進むんだ。出てこ、スナイパーの排除、回り込むんだ。ペコーラさん、これさ、ローズさ、ライデンさ、裏切ってなくて。ごめん、ハニトラかけてるとかない？ハニトラ、ゴーゴーゴー。で、ライデン、わーわーわー、ちょっと待って、買おう、武器買おう、スナイパー、What are you doing? Step blow?